案の定だな。そう言ったはずだ。何が いいところに来た。だがすぐにここを離れてくれ。ここは長くない。水中防衛ラインが時期決壊するとヌビレットさんに伝えてくれ。お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで私たちが最後の砦だ。ここのゲートどれくらい持つと思う？そりゃ俺らの頑張り次第だ。ご苦労。あとは私に任せるといい。本当にお一人で？問題ない。へえ、この状況に対処できるってことはやはりもしくは責任感が強いだけってこともありえるか。一理ある。
予言の日はいつか訪れるかもしれない。だが今ではない。一種族さえ容易に滅ぼせる太古の力、果てなき災厄は憤怒の発散に等しい。こたびの審判はあまりに壮大ゆえ、採決に参加できそうにない。以上がこたびの審判の顛末です。皇子様は有罪判決を下された後、そのままメロピデ要塞へと休暇を過ごしていたはずなんだがな。そのまあいい、全くある人物に会いに行こう。手配いたしましょうか。いや必要ない。水神フリーナ殿に会う必要がある。彼女こそフォンテーヌの中もよ。おちびちゃん、こっちにおいで。わ、逃げた。うん、待て。私の目標はあくまで神の心の場所を特定すること。無防備であればあるほどそれは餌である可能性が高い。だが、うわ、事実はまさに私が手を出す直前にして、それに加え彼女はどうにも神には見え。君は誰？この瞳に宿る恐怖は決して嘘ではない。餌ではないこと。私は難なく現場から離れられた。誰も私を探さなかったし、ましてや私が水神。しばらくすると案の定スパイから情報が入った。フリーナ殿は邸宅に戻った後、疑う余地もない。フリーナ殿は何か問題を抱えている。私には神の心を見つける使命がある。もしその推測が正しければ神の心。お父様、ああ、メロピデ要塞から情報が。例のリオセスリという、おそらく執行官一人の価値は往々にして高いもの。水神フリーナ殿とさ、それからリネ、リネット、フレミ。はい。公使タルタリアの失踪は計画外のものだったが、流れは完全にハウスオブハースにある。